皆さんこんにちは。今日は、私の自己紹介をしていきたいと思います。最初どうやって自己紹介しようかなって思って、なんか自分に20個質問して自分で答えていこうと思います。1つ目、名前はチョコです。年齢はアサーです。住まいは関東の田舎の方ですね。去年東京から引っ越してきました。はい、田舎めっちゃいいです。家族は夫と2人暮らしです。仕事は現在ただの平凡の主婦です。以前の仕事は公務員5年そして会社員2年やってました。はい、次6つ目、身長は151センチ、体重はピー。どんな性格？結構ズボラ。丁寧な暮らししたい。自分でやろうとするとできないズボラです。で、なんか夫にちょっと聞いてみて、私ってどんな性格って聞いたら、明るくて声がでかい、いつも笑顔と言われました。はい、そんな感じです。基本は元気タイプですね。趣味は田舎に引っ越してきたっていうのもあって、家庭菜園とガーデニングが今楽しいかな。どんどん夏野菜が育ってきていい感じです。はい、あと好きなのは旅行、旅が好きで、もともと海外結構行ってます。はい、18カ国ぐらい行ったかな多分。あと最近ハマり始めたのが登山。登山はね、本当にいいですよ。お金かからなくて楽しい。はい、これからいい趣味にしていきたいです。好きな家事、嫌いな家事は、好きな家事、まず今うちにルンバと洗濯機付き乾燥機、乾燥機付き洗濯機がいるんですけど、本当にその子たちに助けられて、ルンバが頑張って掃除をしてます。そして乾燥まで洗濯機が頑張ってます。で、私が好きな家事は、その乾燥された洗濯を畳むことと、晴れた日に布団を干すこと。好きっていうレベルではないですけど、唯一まあいいかなっていうのがそれ。嫌いな家事は食器洗い。今食べたいもの、もう今絶対食べたい、これスパイシーモスバーガー。モスバーガー好きなんですけど、その中でも特にスパイシーモスバーガーが美味しい。あとは最近行けてないで食べたい餃子の王将が好きで、餃子の王将にジャストサイズがあって、ジャストサイズを並べて食べたい。はいですね。好きな食べ物、ハンバーグと餃子。はい、また餃子。ハンバーグは母が作るハンバーグが好きです。自分で作るとまあまあ。で、餃子、これは自分で作ってもまあまあいいかなって思える感じ。好きな音楽、Mr.Children。 好きな YouTube、私はなんか家族系とか暮らし系とか、あと英語系とかも好きですね。バイリンガルベイビー、アイシャさんっていうアメリカ人の奥さんと、タカさんっていう日本人の旦那さんのバイリンガルベイビーとか、あとは暮らし系だと奥平ベースさんとか、行った国の中でベスト3、これ難しくて、イギリス、クロアチア、イタリア。最近ハマっていること、ポッキンアイス、ポンっていうの割るやつ、1袋ね、10本ぐらい入ってて、それで98円だったんですよ。なんかそれをお風呂上がりに食べるっていうことにハマってます。コスパいい。最近気になること、すごいくだらないんですけど、お風呂の浴槽を洗うときに、なんか泡で落ちるみたいなやつあるじゃないですか。その泡で落ちるって本当に泡だけで落ちるのかなっていうのが気になる。実際なんか泡シュシュシュってして、スポンジでやっぱりやっちゃうんですけど、なんか泡だけで待って流すだけみたいな、本当にそれでいいのかなってちょっと気になってます。ちょっとそこに踏み出せない感じ、教えてください。次、田舎のいいところは、もうこれは圧倒的、空気。思いっきり深呼吸ができます。
はい、そして物価の安さ、お金を使わなくても楽しいことがいっぱいあります。はい、どんなチャンネルにしたいか、このチャンネルは平凡な暮らしっていう名前でやってるので、本当に平凡な自分の身の丈に合った暮らしっていうのを皆さんにそのままお伝えしていって、なんだろうね、田舎の良さとか原さん主婦が考えてることとか、まあ、いろいろ、まあ、YouTube が趣味みたいな感じなので楽しくやっていければいいかなっていうふうに思っています。はい、では最後、こちらが将来の夢。夢はいろいろあるから難しいですけど、夢って結構公言した方がいい、公言した方がいいっていうふうに言うじゃないですか。なので言うと、夢はでっかく、このゆるい YouTube でチャンネル登録1万人超えたらすごいよね。はい、そんな感じで、1万人ってちょっとでかすぎるかな。はい、では今ので全部20個終わったと思いますので、これで自己紹介は終わり。これからもいろいろ面白い動画を、面白いとか皆さんのためになるとか、本当に平凡な、もう平和がいいよね、平凡な暮らしをお届けしていきたいと思います。ぜひこれからも見ていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンもぜひお願いします。ではバイバーイ。